せめて名前だけは忘れないようにね。ほら、気をつけて。ありがとうございます。放課後、教室に残っていなさい。はい、早く前に送って。これ、一体どうしたの？悩みがあるのなら、先生に相談してちょうだい。そんなこと。まあ、その年頃だと、教師なんて信用できないっていうのもわかるわ。でも信じて。どちらかというと、先生に言わなくちゃならない。それって、勉強が手につかないのは、そもそも私のせいってことかしら。私があなたの悩みを、直接、ね。A few hours later. あ、すごいのね、君って。何が？突入！なんだ？夏日星、なぜ赤い？夕べ悲しい。